はようございます。こんばんは、マデューです。さあ、今日もウォールオブツミヤさんと一緒に見ていきたいと思います。今日の主役はね、サムネの通りですね、この子を主役です。リンクス。先週かな、リンクスで鬼ごっこに持ち込んだらいいよっていう動画を上げたんですけど、ひどいさ、低評価の嵐でしたね。なんかさ、伝えたいことがちゃんと伝わってなかったのか、本当にね、リンクスにイラついてるのか、何にイラついてるのかちょっとわからないんですけど、あの動画非常に低評価の雨嵐で、あまり評判良くなかったですね。リンクスって、強いんですけれど、アビリティ切れた後一定時間ね、弱い時間があります。でこの時間をどうやって過ごすかが重要なんですね。当然その一つとしてフェーズを使ってね、逃げるっていうのは当然その、一端なんですけど、一端なんですけどね。でそのね、弱さをカバーできる子で、今日紹介したいのはこのね、電波、このレビーヒックコックっていうのかな、このおじちゃんの電波の強さっていうのをね、見ていただきたくて、一戦チョイスをしましたっていうような動画になってますね。このおじちゃんはご存知の通りなんですけど、アビリティ発動中クォンタムが発動します。クォンタムが発動するので、リンクス対リンクスでマウントが取れます。相手がね、サティのおばちゃんだったりすると、当然クォンタム発動中は相手のクォンタム、もちろんね、クォンタムセンサーの積んでるは別だけど、大概フェーズシフトを積んでるので、フェーズシフト積んでたらさ、相手が、ステルスになってる状態でお互いにステルスで、やり合えないわけじゃないですか。ところがこの子積んでたら一方的に殴れるので、すごく強いのっていうところがまず一つ目ね。で最近さ、ハープンのイムギが、やたらと多く増えてきました。これね、リンクスがさ、アビリティ切れた後の空でさ、ブンブンとさ、ハープンでね、チクチク打たれると本当にあっという間にさ、リンクスって溶けちゃうので、割とね、リンクスに刺さるのがさっき言ったようにハープンイムギなんですね。その飛んでる最中の、ステルス状態の時に攻撃ができるので、対イムギに対してもこの子強いんですね。リンクス見かけたら寄ってくるから、ハープンイムギが寄ってくるけど、返り討ちにできます、この子って。それぐらい強いので、今ね、これからさ、もしね、リンクスの電波を育てたいなと思ったら、この子がやっぱ第一候補なのかなと思ってます。ただしね、銀河座引いてみると分かるんだけど、本当に出ないんだよこの子。先日サブ赤かな、銀河茶ちょっと引いた、サブがサブかな、どこか忘れちゃったけど、銀河茶ちょっと引いたんだけど、全然出なかったから、ほんと全然。エバレットネザーとかさ、エバレットとかすげえ出んだけど、あとね、マオリンとかさ、モニークとかさ、どうでもいい電波山ほど出るんだけど、この子全く出ない。でたまにサティのおばちゃんは出るって感じの、本当にね、かなりレアものです、この おじちゃん。なので今のガチャで、これを引いたらいいよっていうのは気軽に言えないね。下手にさ、銀ガチャって手出すと沼にはまっちゃうから。だけど、もしね、育てる機会があるんだったら、この子じゃないとこれからは戦えないかなっていう気がするぐらい、ちょっとね、頭一つ抜けてるっていうようなのをね、ちょっと知っといていただきたいかなと。今もしね、リンクスを手にしてるんだけど、電波育ててない人はもうちょっと待った方がいいかな。下手にサティのおばちゃん、もちろんお金に余裕があるんだったらサティのおばちゃんあれすればいいけれど、そうじゃなかったらね、ちょっとね、本当にね、あれですよ、この子が手に入るまで我慢っていうのも一つの手かなと思ってます。ただね、こんなことを言うとまたさ、お前上の手先なのかと、ガチャに誘導して金使わせるつもりなのかっていう反感の低評価がつくんだよね。そんなつもり全くないから、もしね、お金を使ってでも手に入れたいならば、そういう価値がありますかっていうだけをお伝えしたいだけなので、お金出してても、せっかく手にしても価値がなかったら無駄金でしょ。そういうのはお伝えしたいなと思ってやってるだけで、もしね、課金をするんだったら、課金をしただけの価値はこの子にはありますよっていうのをね、お伝えしたいので、今お伝えしてるだけなので、
この子を手にするために、ね、課金してくださいなんていうことを、ね、言うつもりは全くございませんので、そこはね勘違いしないでいただきたいかなと。それでさ、勘違いなのか本当にイラついてるからかは知んないけれどさ、先週のね動画のようにさ、低評価がわーっとついちゃうとちょっとねもう本当にやる気なくなっちゃうからメンタル意外と弱いなあれぐらい低評価ですか。何がみんなの勘に触ったのかね。後から動画をさもう一度 見直したんだけど、ちゃんとさ言いたいことっていうのは、アビリティが切れる時の、ところはとにかくに、ね、鬼ごっこに持ち込んで逃げていけば、リンクスは有効に活用できますよっていうのをちょっとお伝えしたかっただけなんだけど、それがイラついたのかね。リンクスそのものが強すぎてみんなイラついてるのは、まあ、なんとなくは分かってたけれどまあ、今回もいやいや、そのリンクスのさらにさ強いこの電波の強さを存分に見てくださいなんていうふうにさ、もう取られちゃうとまた低評価ついちゃうからさだからね、この動画を作ろうか作ろう前かね、すっごく迷いました。前回リンクス不評だったので、リンクスの動画ってね、ひょっとしたらみんなの皆さんのね勘に触るのかなってちょっと思ったりもするんだけど、まあ、ちょっと今週はさ、作りだめを、動画の作りだめをしてねおかないと、ちょっと私、多分これを皆さん見てる頃まだね、バイクに乗ってうろうろしてると思うので、そうするとさ、今持っている映像の中でわりかしこうメッセージ性のあるものを選んでいくと、これが残やらざるを得ないんでねそれでちょっとやらせていただいてますけれど、まあ、気に入らない低評価がつくようだったらもうリンクスについては一切触れないような感じになりますよまあ、はっきり書いて、リンクスはもう見るのも嫌ですっていうのも、まあ、それはそれで意見としてたそういう人多かったらもうリンクス触らないから、まあ、使わなくなることはないけれど、リンクスについてはもう今後一切語らないようにするから、リンクスの活躍シーンだともう多分ね黙ってるから、ずっと戦闘シーン無言でやるようにするよそしてリンクスが死んだらさあやっていくぞみたいな感じでね動画作らせていただきますんで本当にそんな動画になっちゃうかもしんないねまあいいや、とりあえずね、今日はこの、新しい電波のアプテ Q2 で実装された電波のこのおじちゃんを、リンクスに乗せるとこれぐらいになりますっていうのをちょっと見ていただければと思います。それではいきますね、よろしくどうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはビーコンラッシュだ。あ、マップはドレッドノートを引きました。初手はねこのリンクス、新しいアップで 9.2 でね実装されたさ、ヒックホップっていうんだっけな、あの電波を乗せた、リンクスって誰もこっち行かねえのかをちょっとね今日は紹介というか、ね、リンクスはみんな、まあ、持ってる人もいないし持ってない人も結構いるのかもしれないんですけど、ね、この新しい電波を万が一手に入れることがあればこの子を優先的に強化した方がいいよという感じの、まあお金を使ってガチャするならそれぐらいの価値はありますよっていう話をちょっとやると思います。いやもう全然もうね、あれよ、ステルスになろうがなろうがもう全然 OK だから、あそこにあれがいたね、ロキがいたね、アビリティ使うとトンタも発動だからさ余裕で潰せるから、今の あの子も余裕だったから、そしてまあオロチもさステルスになるでしょ、オロチに対しても全然マウント取れるんで本当に強いんだよねこの子。で今みんな消える環境だからさ強いのは強いんだよ、よしそしてキリンと戻ってくる。まあフェイズ系はどうにもなんないからさ、ラーバナと あのアングラーはまあちょっとなかなか勝てないね。なんでここ一回渡そう。でちょっと今ね、なんだかちょっとアビリティ切れてる間が弱いな。よし、そしてちょっとチャチャ入れながら構える。で、アビリティ発動したら一発で乗ってトリプル切るみたいな。次は、ああ次は開かなかったね。いや見ての通りですよ、今さ、ロキとオロチをちょっとやりましたけど、その子もやってるけどね、まあ、あえてね消えてめんどくさい敵でもこの子は強いので、そういうとこちょっとね、この子だね、なんだろう、この子はね、まあちょっとやってみます。ちょっとたまたまアビリティのタイミング悪かったんだけど、
あの唯一さ、このラーバナはガチのラーバナにはね割とね手こずりますよ、やっぱりあのフェーズを使うので、うん、あれはね、よし、そしてシャープシュート入ってる。あ、この子入ってない現場だ。でもサティは入ってるけど、この子入ってない。これもう見てるの、このアビリティ使っても全然関係ねえからさ。フェイズ、もう、ああ、俺も切れちゃった。この子。こういうさ、敵がさ、本当はさ、こういう、あ、でもいいですね。あれできた。このマウント取れるんだよね、こうやって消えてる間。今ちょっとダメだ。これも余裕だから、もともとさインドラに対してリーチ強いから、ね、よし切れたら体感するわ。インドラってね、レートインドラはさループには強いけど、一方でねこのリンクス、グローリーリンクスにはまあ出るんだよ。あいつもさ着地際は近くやるから、近く寄れば当然やれるんで、近く寄りますよ、寄ってきますよ。この足でね一気に詰め込んで、あ、ちょっとアビリティだな、ちょっといけないね。ビーコンはねもうね、ちょっとあんまり取ってないですけど、新潟頑張って取れてくる。もうアビリティ溜まったらね、あれ着地したらいいと思います。あ、ちょっと待ってね、あーリーパーが先にいるんで、ちょっとこういうところ先にやらせてもらう。今ね消えても関係ねえだろ、全然。よいしょ、そしてやった、ね、この強さ、あ、やばい、アビリティ切れそうなときは逃げてから、シェンテンだったら鬼ごっこに持ち込めるけど、今はね鬼ごっこに持ち込む、今度は足使って逃げてからね、あー8分か、いやだから 200m 以上抜かないと、よいしょよいしょ、これで逃げてからね。で、キルを取れれば体力復活する。よし、そしてダンスでやりたら来たよ、OK、これで、あんまり回復しなかったな、うん、ああ、いや、回復しなかったな、ちょっと下がり気味で、パップ、パップ、よいしょ、アビリ溜まってるか、そして、一気に詰めてやりたい。あ、クローン強かったな、消えちゃったね、あ、いいね、見ての通りさ、クォンタムついてるって強いっしょ。やっぱ今消える環境だからね。はい、ということで、1位だね。9キル5ビーコン、大活躍ですね。260万、リザルトダメージはそんな稼いでないですけど、9キル5ビーコンでしたね。見ていただいた通り、現環境、クォンタムセンサーっていうのは非常に強いので、それがアビリティ発動中頻繁に使えるっていう、このリンクスのね新しい電波っていうのはやっぱり頭一つ抜けてる感じがちょっとします。もしねガーチャを回すんだったら、この子は、ガチャのお金に、使った分だけのね、対価は得られるかなとは思いますけど、あまり強いとねナーフされますけどね、というところをですねちょっと見ていただきました。まあね、ガチャをおすすめしてるわけではないので、無理してねガチャ引かないでくださいね。実際に私サブサブの方で銀ガチャ引いてますけれど、この子40銀ガチャぐらい引いたかな、全く出ませんから。40ぐらい引いたぐらいで全く出ないので、本当にねこの子を出そうと思うとレア物だと思っていただければと思います。限定版のリンクスとこのね新しい電波のこの子っていうのはかなりの確率で出ませんので、そこはね注意していただきたいかなと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃあね、またね、じゃあねー。